パー4。短いんで、進んで。うん、ナイスラン。ふわっと入ったね。うん。今完全に。ふわっと入ったっていうか、ちょっとね、やっぱルーティン違った気はするけど。うん。うん、しょうがない。これもね、滝のようだもん。うん。いいね。いけろ。いけた。いいね。うん、ナイスキック。ナイスです。230。違います。いや、でしょ。すごいね。何も考えない方が。サブグリーン。もうね、何も考えない無言でね、そのままね。っていうのがね、思ってたところより100ヤードくらい前にありました。めちゃくちゃ転がってたね。うん、93ヤード5人。ピッチング左下がりなんでね、低めに出ますよ。言われた、それ。うん、ナイス。ちょっと短いか。ナイス。サブグリーンから、まあ、ピンに近づかない方向にということで。そうしまして、58の、あとね、ほんと8ヤード、5ヤードぐらい行ったら、戻ってましたね。ということで、皆さんに、バーディー。はい、チップインバーディー。はい、皆さんにお見せします。はい、バーディーを、チップインバーディー、チップインバーディーを、了解。いや、いいぞ。あ、いやー、ナイス。いやー、パー圏内。いやー、いやはい、入れていこう。ナイス、ナイスパー。皆さんにチップインパーをお願いするためにこちらに参りました。はい、よろしくお願いいたします。パターを使わないので、はい、持っていきました。はい、28度、20ヤード。うん、マジでラインは良かったですね。あれ、パターいる？うん、まあいるよね。うん、お、折ったはずのパターが、ボギーで。はい、ね、ボギー。腹立つな。ナイスボギーですか。ゴルフはね、やっぱり考えるな、感じろ。バンカーがね、嫌だね。すごく嫌だ。7番。もうね、この外しがこうちょっと癖づいてしまってますね。うまい。今 J のクラブのなんか7番と6番でシャフトの重さが違うって衝撃の事実が。はい、ということで僕は8番です。右だね。大きいかな。大きいね。大きく右。さあ行こう。
疲れなのか何なのか分かんないけど、やっぱショート4月なんで、うん、あんたにはしたくないので、うん、ちょっと離れてみて、うん、考えずに感じた方がいいです。おお、止まれ、セーフ、ライ悪いね、30ヤード、5、6、はい、 J の3打目、そう、ナイスフィール、あーノットもじゃこ、 J4 打目、15ヤード、それね、言ってたなんかのあれで、草ごと持っていっちゃう、うん、それはでもちょっと SNS で見ただけだから分かんないね、うん、分かんないね。ということでね、皆さんに、チップインバーディーを、またお見せしたいと思います。55キロ、うまいな。やっぱりあれですね、やっぱりサラダ使いなだけありますね。ほぼ OK ですね、はい、これはもうしっかり寄せよ、距離感、傾斜、上りです。うん、ナイスナイスナイスタッチ、オッケー、右 OB、 左セーフ、お願いします。よっしゃ。おー、グッショ。ナイス。マジグッショ。うん、ドマ。ジュースはベストかかってるんでね。そうだっけ。うん。あ、うん。残れ、うん、ナイス、OK、まあ4オンですねって考えた時に375、あと3打で乗せるっていうことですからね、1打あたり130ぐらい打てば十分と。ただまあ6か7悩むんだったら短くてもいいかもしれないですね、うん、左傾斜のところに行きたくないんですよね。そういうこと、うん、本当に下り越えるまで100ヤードぐらいしかない、うん、うん、しっかり打っちゃっていいと思います。そうそう、やーば、あれた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 、ラッキーマジラッキー、ナイスナイスラッキー、3番アイアンで途中までポコンと打って残り100ぐらいでいいかなぐらいな、うん、いいよ。いいよ。あ、まあまあ残り100ぐらいだけどちょっとラフ入っちゃったかもね。そう、260ぐらいですね残り。150って残り80とか20にしたい。はい、何番で？6番。いいでしょ。うわぁ、ギリだね、なんだ、わかんない、200ぐらい、6番 ?7番、おぉ、ナイスアウト、ナイスナイス、100ヤード、ピン奥110ヤード、うわ、どういうショットなの内緒すぎて何も言えないけど、何だめ、うん、後ですごっ、超力んでるね、
ね。いや、最後に目つち、はい、目つちチャンスをいただいてありがとうございます。はい。うん、いいよ。ナイス。おお、ナイスナイスナイス。うん。これやっとけって話ですね。でもね、それをできないのがゴルフなんです。下りの5メーター、6メーターぐらい？マジさっきの救ってくれたショットに感謝した方がいいな。はい、OK です。はい。3メーター、4メーター。うん、オッケーでした。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ最終的にスコアは僕が86の、J が103ということで、まあ100切りアンバサダーまた未達継続。え、でも前半は、ね、だってハーフベスト、ハーフベスト出してますもんね。45ね、うん、だから後半58ぐらい、まあちょっとずれてるかもしれないですけど、うん、まあ100は切れてないと思いますわ、うん、熱中症っぽく僕らなりかけてたのはあるんですけど、まあでもその辺はね、ちょっと対策すべきところなんで、まあ今後ね、ちゃんと対策しつつ、うん、でも、すごく良くなったところがあったんで、グリーン周りは僕結構今日は、ね、なんか納得いくショットが打てたんで。自信も持ってたと思うし、うんうん、そう、なんでね。だから、まあ、この100切りアンバサダーちょっと引き続きやっていきます。で、はい、もうちょっと次ぐらいではもう切ってくるんないです、さすがに。もう伸ばせない。もう伸ばせない、これは。もう45出て、ね、あれも、ハーフベスト更新したのに、うん、ベストちなみに99なんで、うん、もうそれも合わせてね、更新しちゃいましょうと。俺今日90ぐらいで回るかなって思って。いや、俺も本当そうだと思ってた。ね、ということで、まあ、これからもね、ちょっとどんどんやっていきたいと思うんですけど、まあ、もうこの、これが流れてる頃にはもうレッド戦も流れてるっていうことで、ちょっとかなりね、不甲斐ないゴルフをしてしまったという思いが強いんで、ちょっともう一度ね、一から本当にスイングとかも、作り込んで精進していきたいと思ってますんで、はい、まあ、ね、ヤス、ジェイ、ヒヨさんともどもね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、ありがとうございました。皆さん本当に熱中症には気をつけて、はい、はい、汗がすごいやばいですね、うん、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。